どうも今村です。本日はこちら iPhone 12 Pro の、お話をさせていただければなというふうに思うんですけれども、僕ですね、開封ライブという形で、この iPhone 12 Pro と iPad Air 4かなを開封する、生放送はしたんですけども、それ以来ですね、この iPhone 12 Pro についてですね、ちょっと動画を出しておりませんでした。それというのも、ちょっとこの iPhone 12 Pro 最高で、ちょっとね、語りたいことが多すぎて全然動画としてまとまらないということがありましたので、もう今回はですね、この iPhone 12 Pro で僕がもう一番重要だと思っていること、ここカメラについてですね、ちょっとたっぷり話していきたいなというふうに思います。というわけで、レビューではあるんですけども、例えばね、省略できるような、こういったディスプレイとかバッテリーとかプロセッサーとかデザインとか、もう明らかにいいんですよ。もう全部いいの。ディスプレイ系だし、バッテリーは長持ちするし、プロセッサーはもうクソ早いし、デザインもいいわけで、こういうことについては今回は触れません。ただただですね、この12 Pro のカメラがやばいという話をですね、ちょっとお送りできればなというふうに思います。では行ってみましょう。ぶっちゃけ言うとですね、近頃のスマートフォンを語る上でカメラ性能の話ってありふれてるわけですよね。綺麗になりましたとか、相変わらず綺麗ですよみたいな話でですね、まとまりがちで、あんまり面白くなかったんですよ。ただですね、こと iPhone に関しては、そしてこの iPhone 12 Pro に関してはですね、カメラの話が正直めちゃくちゃ面白いと僕思ってるんですね。で、それの背景となる話がですね、こちら、iPhone 11 Pro です。正直ですね、僕もたびたび動画で言ってますけども、この iPhone 11 Pro の、カメラ、特に写真静止画性能についてはですね、僕は本当に不満が多かった。どういう不満が多かったかという話も含めてですね、たくさんしていきたいと思うんですけども、この iPhone 11 Pro のですね、カメラ性能に関して言えば、動画はいいんだけど言いたいこともある。で、静止画に関しては正直言いたいことしかない。僕は過去1年間の iPhone のですね、フラッグシップ機としてのこの11 Pro というものですね、非常にですね、なんというか嫌悪してたというかですね、気に入ってなかったんですね。で、そういうこともあってですね、こちら iPhone SE ですね、そこそこ同じようなカメラがついていて、Apple のエコシステムも使えて、電池持ちは悪いけど、ちっちゃいし薄いし可愛いしタッチ ID ついてるしで、結構いいよねって話をですね、僕はずっとしてきたわけでございますよ。なんで僕が SE を選べたかといえば、それは僕が11 Pro のカメラに固執する必要がもう完全になかったからなんですよ。もうカメラこれじゃなくてもいいなと思ってしまったわけで、じゃあカメラの部分はこういうね、Galaxy とかさ、ピクセルとかで補えばいいかなみたいな、そういう環境にあったわけですね。これらはある意味カメラのために選ばれていたスマートフォンでですね、iPhone はカメラ以外のところしか使ってなかったんです。それが今回 iPhone 12 Pro になって全てを解決してしまったんですね。全てこう追い越したというか逆転したんですよ。で、そこに iPhone がもともと持っていた素晴らしいエコシステムであるとか、ハードウェアであるとか、デザインであるとか、そういったですね、あらゆるですね、意味でですね、この iPhone は現状結構最強に近いスマートフォンに進化したなっていうふうに思ってるんですよ。という理由で僕は今この iPhone 12 Pro が大好きなんですけれども、で、その気になってる部分がこのカメラ性能ということなので、今回はこいつの話だけをしたいと思います。で、ポイントはいくつかあるんですけども、まず1個目これ、じゃじゃん、写真も動画もメインの広角が超重要です。この一番上にある広角のカメラ、これがメインカメラなんですけども、倍率で言えば1倍ですね。これがですね、今回めちゃくちゃ重要です。まずこの超広角、広角、望遠っていう3つの中でですね、ここの広角が一番画質がいいんですよね。写真を撮ろうとも動画を撮ろうとも画質がとてもいい。で、その画質がいいの内訳も結構今回いいんですけども、とりあえず一番綺麗に撮れるのはここなんですよ。で、その画質っていうのがそもそもちょっとやばい。特に動画がやばい。今回このメインカメラで撮るですね、動画っていうのはですね、僕は結構目を見張るものがあるなというふうに思っていて、すごく微妙な差ではあるんですけども、 iPhone 11 Pro とですね比べても色のりがですね、すごくいいんですよ。カラーサイエンスがやっぱ進化してる感じがとてもある。11 Pro の動画ってすごく良かったんですけども、若干ね、やっぱりね、色がビビッと出てこってりした感じになってしまうと、ちょっと厚塗り感があってですね、しつこい動画がですね撮れるような感じの動画性能だったんですけども、それが結構今回は和らいでるかなって、いいバランスに落ち着いてるかなっていう風に思いましたし、あとこっちは画質はいいんですけども、結構ね、画面が平べったかったんですよ。すごくこう奥行き感がない、立体感のない画面だったんですけども、この後は話すライダーの影響とかも多分あってですね、結構立体感のあるパキッとした画面がですね、作れるようになったかなという風に思ってます。そして今回このメインの広角カメラはちょっと明るくなってるんですよね。だから動画を撮った時に暗所性能がすごくいいんですよ。
かなり薄暗い環境でもですね、結構ですねノイズが出ずにですね頑張ってくれるんですね。だから今まで光量が足りずにですね動画撮影を諦めていたような環境でもですね結構綺麗な動画が撮れるようになったと。まあもちろん真っ暗な部屋の中で、まあ、綺麗な動画なんて撮れないんですけれども、とはいえ真っ暗な部屋でもちょっとでもいい光源があればですね綺麗な動画になってくれるとというところがですね12 Pro だいぶ違うかなというふうに感じました。というわけで1個目メインの広角カメラが超重要でございました。2個目、はい、ライダースキャナーが超重要。はい、まあこれも正直ですねみんな大したことないと思ってると思うんですよ。で僕も思ってました、ライダースキャナーなんているのかよと。まあこの iPad Pro 11インチの時にここにライダースキャナー載ったわけでございますけども、これはねカメラで扱ってなかったんですね。まあ一方でこっちの12 Pro ちょっと見てほしいんですけども、このカメラを通してですねこのライダーを撮影するとですね、照射している赤外線が見えます。今カメラ起動しますね、せーのポン、見えますかね、ライダースキャナーがチカチカしてるんですよ。今これ写真モードです、写真モード。じゃあ今度ポートレートモードにしますね、ポートレートモードにします。ポ、次ビデオモード、見えますかね、ピコピコしてますかね。というわけでこのライダーはですね写真でも動画でもしっかりと仕事をしていてですね、被写体との距離をですねしっかり測ってるわけですね。でまあそれがどう効いてきてるのかってことを表すものは2つあってですね、1個はオートフォーカスが早いということで、もう1個はポートレートモードとかの背景の抜きっていうのがですね、まあすごくよくできるっていう2つにまあ結構見えるんですけども、まあそれ以外の普通の写真とか、まあ、ビデオ撮ってる時も結構仕事をしてんじゃないかなっていうふうに僕は結構感じていて、背景がいい感じにボケるとか、まあ、オートフォーカス早いとか、まあ、全体的にこの iPhone 12 Pro がやっているカメラプロセッシングっていうものをですね結構このライダーが支えてる感じはするかなという気がしました。まあ、画質の向上にどれだけこう貢献してるかってことを客観的にこう表現するのって難しいんですけども、でもまあこの iPhone 12 Pro のカメラチューンにおいては結構重要なまあ装置なんじゃないかなというようなことは感じてますね。そして3つ目こちら、はい、ホワイトバランスとオートフォーカス超進化という感じですね。まあオートフォーカスに関してはもう話しましたね、このライダースキャナーがですね、まあ、オートフォーカスを爆速にしてくれると、そしてポートレートモードとかでもですね、まあ、しっかりとまあ抜ける、背景が抜ける、ボケ感がしっかり出るような写真が撮れるというところはまあもう話したところではあるんですけども、ここですよ、ここホワイトバランス、これめっちゃ重要。もう本当にね僕この11 Pro で何が一番ねこう不満だったかっていうとね、ホワイトバランスが合わないのよ。合わないっていうかねこう壊れてるんですよ。ホワイトバランスってのは要はこう何が白色かという話なんですよね。でそういうことに暖色寒色とか言ってですね、ちょっとオレンジに振ったりとか、ちょっとこう青方向に振ったりとかってことがまあ普通にあるわけなんですけども、この iPhone 11 Pro のカメラはですねホワイトバランスがそもそも合ってない、結構黄色方向、暖色方向にずれているっていうこともあるんですけども、それ以上にですねなんかね色がね合ってないんですよ全体的に。もう11 Pro で撮った写真をですね、まあ大体全部黄色いんですよ。で黄色いなと思って編集で寒色方向にこう補正するんですけども、補正してもねちゃんと綺麗な色にならないんですよね。だからこう色がそもそも間違ってる、で色かぶりもしてる、緑とか赤のニュアンスもですねなんか入っちゃっててですね、それをうまく補正できないっていうことがですね11 Pro では本当に多かった。なんか広い景色とか結構こう青空とか青の成分が多い画面をですね作ろうとするとですね11 Pro は結構いい写真を撮ってくれるんですけれども、それ以外のね場面ですごく弱いんですよこの11 Pro。 なんか画面黄色いっていうか茶けってるっていうかオレンジ色で、しかもこう赤とか緑とか入っててですね、まあ、それがねこの11 Pro はもうすっごい不満だったわけなんですけども、それがちゃんと直ってる。もうこの今回の12 Pro はもうちゃんと合います、もうホワイトバランスバチコリ合います。まあ、まだたまにですね結構黄色っぽい写真が撮れることはあるんですけども、とはいえ色は壊れていない、直せばちゃんと直る、そういう写真がねこの12 Pro は撮れるんです。もともともなんかおかしくてなんかこれ使えんと思ったものがもうちゃんと直ってるって意味でもですねこの12 Pro は僕は評価したい。まあもともと悪かったものがまともになっただけっていう話では実際あるんですけども、これがですね結構 iPhone のカメラを最強にしてくれる要因かなというふうにもう思っていて、次こちら、iPhone カメラの強み結実というような、まあ、タイトルをつけてみましたけども、まあ、僕 iPhone には iPhone のカメラの良さっていうものがあるかなというふうに思っていて、まあ、動画性能に関してはですねずば抜けているとは思うんですけども、まあ、静止画写真という意味でですね、まあ、こういうピクセルとか、まあ、ギャラクシーとかいうものの方がですねパッと見綺麗な写真を撮ってきてくれることって結構多いかなというふうに思っているんですけども、とはいえ iPhone には iPhone の強みが結構あると僕は思ってるんですね。でまあそれを端的に言葉にしようとすると、やっぱり解像感と情報量なんですよ。
まあ、iPhone で撮った写真って結構こうパッと見あっさりしたように見えると思うんですよね。そういう意味ではこういうピクセルとかの写真の方が自撮りとか、まあ、料理とか撮った時にですね、すごく SNS 映えするカメラチューニングだなというふうに思うんですよ。まあそれはもう事実だと思うんですよね。ピクセルの方がパッと見映えてる写真が撮れるっていうのは間違いない。ただまあこういうピクセルとか、まあ、ギャラクシーも結構その癖があるんですけれども、写真をちゃんと見ていくとこうディテール細部がですね失われてることが結構あるんですよね。特にピクセルは顕著なんですけども、もう最近は結構もう塗り絵みたいな感じでこう画面をですねこう映え倍々に塗りつぶしていってしまうんですよね、ピクセルは。だから細部のディテールが死んだりとか、あとは撮った後でですね写真を編集しようと思って色を変えたりとかするとですね、結構色のりが悪いとか階調がちゃんと出ないってことがあるんですね。それっていうのは画面を綺麗にするためにですねいろんな部分を潰してるんですよね。というわけで撮り上がりのパッと見の印象はすごくいいんだけど、写真としてのデータを結構失ってしまっているのがピクセルのこう静止画なんですよね。一方 iPhone なんですけど、これはですね結構思想的に真逆だと思うんですよ。ディテールとか解像感をちゃんと残しながらですね、写真自体をなるべくフラットに、でその写真を味付けするのは人間側みたいな感じのですねこう思想を感じるかなというふうに思っていて、そういう意味では iPhone で撮った写真はですねすごく情報が残っていて、編集しても色のりがいいんですよね。まあそういう傾向は結構前からあって、まあ、iPhone で撮る写真はディテールがちゃんと残ってるよねってことと、あと写真として結構高度なところを目指してるよねっていうところはあったんですよ。で、ここまではその高度な写真の上がりってものを求めているだけで実現できてなかったと思うんですよね。まあこんなに小さい iPhone のカメラの小さいセンサーでですね、解像感がある写真を出すっていうのは、まあ正直相当難しいはずなんですよ。だから難しいことに挑戦していて、できていなかったっていうのが、まあ、このスマホかなっていうふうに思うんですけども、まあ、今回ホワイトバランスとかオートフォーカスとか、まあ、ライダーの力もあって進化したこの iPhone 12 Pro ではそれが結構高いレベルで実現できていると僕は感じたんですよね。静止画を撮らせてもあっさりした印象は依然として残るんですけども、でもそれっていうのは編集で強化可能なんですよ。あるいはもっとあっさりにしていくこともできると。つまり iPhone のカメラの方が表現の幅が広いんですよね。今まではそれをやりたかったけどそれができないっていう状態で、じゃあ実際撮り上がったものが綺麗な方がいいよねっていうスマホの方がよく見えたわけですよね。で、まあ現状こっちを選ぶ理由も大にあるんですけども、とはいえ iPhone がやろうとしていた解像感とフラットな画面をしっかりと写真としてデータとして残すっていうことはここで実現されてると思うんですよね。で、それには結構僕は価値があると思うんです。まあ現状こっちを選ぶのも全然いいと思うんですよ。撮り上がりが映える方が全然いいっていうことは僕も思うんですけど、ただ写真としてじゃあどちらを残しておきたいですかっていうことを考えた時に、こっちの方が写真として純粋に近いものが撮れるってところが結構僕はいいかなというふうに思ってるんですね。で、それが結構 iPhone カメラがやりたかったことなのかなというふうなことを感じましたね。マシンがいい作品を作ってくれるのではなくて、マシンはいい写真を撮った上で人間がいい作品を作るべきだみたいなことを結構ね感じるんですよ。で、それができるスマホにようやくなったなっていう感じがiPhone のカメラからは感じられますね。というところで次のポイントですね、こちら、Apple Pro Raw への期待高まるですね。まあ Apple Pro Raw ね、これはもう将来の、まあ、アップデートで乗ると言われている、まあ、Apple の新しい、まあ、RAW の形式なんですよね。まあ、写真の世界で RAW というのはですね、まあ、圧縮されてないファイルのことを言うんですけども、ただまあ iPhone で撮った RAW ってですね現状そんなに良くないんですよ。こう Lightroom とかで撮った RAW の写真っていうのは実はですね iPhone の純正で撮った JPEG よりも汚い。で、現像していくにしてもこの iPhone で撮ったですねJPEG とか HEIC の方がですね RAW の DNG ファイルよりもこう綺麗に載るってこともですねあったわけでございますね。そのちぐはかな状態を解決した上でもっといい写真を作れるようにしましょうっていうのがこの Apple Pro RAW なんですよ。要は RAW なので圧縮はしてないと。センサーが撮ったデータっていうのは残っている上で、Apple Pro RAW ってのは要は何かっていうと、 Apple が普段純正のカメラアプリで JPEG とか HEIC をですね出すのに使っているコンピューテーショナルフォトグラフィー、つまりこの iPhone が処理をして綺麗にしている写真の情報というものと、プラスこのライダースキャナーが撮ってきたデプスの情報ですね、深度の情報というものも全部乗っけて RAW にしましたよというのがこの Apple Pro RAW なんですよ。だからセンサーの写真も載ってるし、コンピューテーショナルフォトグラフィーのプロセスも載ってるし、プラス深度も載ってるんですよ。だからもう変な話、普通の写真のデータじゃないんですよ。もうライダースキャナーの深度も入ってるんで、まあぶっちゃけもう 3D データみたいなとこもあるんですけども、まあそういう iPhone の静止画をきれいにしていく上で必要なものを全部乗っけたこの Apple Pro RAW っていうものがまあ使えるようになるというふうに、まあ Apple さんは言ってるんですよね。なのでさっき僕が言ったように iPhone の写真は
編集しても色が壊れない、変にならない、綺麗に乗るっていう部分がさらにですね、これで強化される可能性もあるし、写真の表現としても広がる可能性がですね、非常に高いわけですよね。まあそういう意味で、まあちゃんと使うのであれば、この Apple Pro Raw はとても期待したいなというふうに思うというような、まあことを僕はちょっと思いましたというところがこのポイントです。お待たせしました。長かったですね。最後こちら、撮る HDR はまだまだこれからかもというお話でございますね。今回この iPhone 12 Pro をはじめとする4機種はですね、全部ですね、ドルビービジョンの HDR10 ビット撮影に対応してるんですね。撮影に対応してるんですよ。HDR 動画が撮れるということがですね、1個ポイントになっていて、プロの方はですね、それが60コマまで。プロじゃない方は30コマまでという制約があるんですけど、まあまあそういう感じで、HDR 動画が撮れるよということがですね、まあ1個、まあポイントなんですよね。で、このドルビービジョン HDR10 ビットが撮れるってことはすごいことなんですけれども、ただですね、まあ、まだあんまり使い道はないのかなという感じと、あとまあ、クオリティ的にも、まあ、もう少し今寝かせるべきものなのかなというような感じがしたというのがこのポイントですね。そもそもこの HDR って何かって話なんですけども、ハイダイナミックレンジの略なんですよ。僕らが普段見ている多くの画面は SDR と呼ばれていて、これはスタンダードダイナミックレンジなんですね。で、このダイナミックレンジというのは、まあ、動画の場合は、明るさの幅の細かさの話をしてるんですよね。僕たちが普段目にする SDR、スタンダードダイナミックレンジの画面はですね、この明るさの階調がですね、8ビットで表現されていて、RGB、赤、緑、青のですね、この3色がそれぞれ256段階の明るさで表現されています。赤、緑、青がそれぞれ256段階の階調を持っているので、全部で1600万色ぐらいのですね、表現力があるんですよね、SDR というのは。で、HDR というのはこれがもっと多くなりますと、表現力が上がりますという話なんですよね。もうすごい暗いところとか明るいところのですね、階調がですね、もっともっと細かく表現できるという感じですね、階調の広い滑らかな画面が見れるというのがこう HDR なんですけども、HDR これが10ビットの場合はですね、それぞれが256段階だったこの RGB がですね、全部1024段階になってですね、1024×1024×1024 でですね、大体10億色ぐらいの、まあ、色が表現できるようになるという感じなんですよね。で、今回の iPhone 12 Pro はその HDR の動画が撮れるというところが結構ポイントなんですけれども、ただ今言ったようにですね、 HDR ってそもそもね、こう情報量が非常に多いんですよ。色も10億色あるわけですね。で、今回対応した Dolby Vision HDR っていうのは全部のフレーム、マイフレームにですね、こうメタデータが入っていて、要はフレームごとに色指定をしてるんですよね。まあ、というわけでファイルも大きいし、撮るのにも結構マシンパワーを必要としてるような感じがするんですね。まあ、というわけでこの iPhone 12 Pro で撮る HDR 動画、まあ結構綺麗で HDR 感もあるんですけれども、まあそのより深い階調に対する色のりっていうのは、まだちょっとこう改善の余地があるというか、下手したら SDR の方が綺麗に撮れてる場面もあるかなというふうに思うんですね。で、それっていうのは、まあ実際の、まあ情報量というのは HDR の方が絶対に多いはずなんですけれども、それを処理したりとか、綺麗に表現する性能がまだこいつにはないのかなという感じもすることも結構あります。まあ加えて、その撮った動画もDolby Vision HDR 対応のディスプレイで見ないと、まあちゃんと見えなかったりとか、まあ各種 SNS も対応してなかったりとか、まあ YouTube も結構怪しいというところもあってですね、まあ撮っても出口があんまりないということも、まあ問題として結構残っているので、今回この iPhone 12でドルビービジョンの HDR が撮れるようになったっていうのは結構大きな一歩だと思うんですけども、まあ、とはいえこの取り組みっていうのはまだまだ発展途上でですね、まあ、環境的にもマシン的にもですね、まだまだこうね、こう進化する余地があるんじゃないかなというふうに思いましたという感じですね。はい、というわけで長々とお付き合いいただきありがとうございます。 iPhone 12 Pro のカメラの話という感じでお送りしてまいりましたけども、まあ、今回お話しさせていただいたこのカメラの部分でですね、 iPhone 結構もう最強になったので、もうカメラ以外最強だった iPhone がカメラも最強になったんで、もう最強の iPhone だなっていうか、最強のスマホだなっていう風に僕は結構もう最近は感じちゃってますね。うん、僕12 mini も買ってるんで、そっちもこう楽しみなんですけども、結構ね、今回 Pro じゃなくて mini にしようかなみたいな人も多いと思うんですけども、僕は結構ね、この Pro ね、いいんじゃないかっていう、今回もこれなんじゃないかっていうね、手応えをね、最近はもうひしひしと感じております。というわけで iPhone 12 Pro のお話でございました。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。